おー、ついにロードギャップ100回目ですよ。ノルマ達成ですよ。はい、おはようございます。タチアニです。今週もなんだっけ、静岡県エストレールに来ております。今日はね、みっちゃんが一緒に来てくれたので、姿勢をね、外から見た姿勢を修正してもらいながら、走ろうと思ってます。100回目はちょっとスタート台から行こうかね。いやー、頑張ったね。はい、じゃあロードギャップ100本目、行きます。わー、そう、2個目、うー、気持ちよくった。100個、さあ100個目飛びましたよ。おお、はい、タチアニです。ついにロードギャップ100本ノルマ達成しました。イエーイ。画面が揺れちゃいましたね。なんか今日はね、実はですね、ちょっとハンドルバーのね、組み合わせをテストしてて、まあ正直ずいぶん悩んでた感じだったんですけどね、まあちょっと最終的にはこのバージョンに今落ち着いてます。フォルモサの17ミリライズですね。嬉しかったのは、これだけハンドルバー気持ち悪いなって、なんか一体感ないなって思いながらもロードギャップ飛べてたんですよね。なんでまあ本当に完璧な状態じゃないと飛べないってことではなくて、まあまあそれなりのコンディションならロードギャップが飛べるっていう状態まで練習ができたので、かなりちょっと今シーズンのレースは楽しみな感じに、ね、なってきてます。エストレールロードギャップ100本、今シーズンオフに飛ぶノルマ達成しました。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。次のビデオでまた皆さんにお目にかかりたいので、できればチャンネル登録をしていただいて、それからここのね、通知マーク、ベルみたいなやつも押しといてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。タチアニでした。失礼します。よいしょ。さあ、ここでこのターン曲がったら上級者ラインのドロップです。ふぅー、さあ、タイツさん、煙を、